コンパクトで可愛らしいイメージのウクレレ。去年9月、札幌に専門店が誕生しました。店内には200本のウクレレがずらりと並びます。こちらの入門モデルは18,700円、そしてこちらはなんと737,000円。材質や生産場所の違いが値段に反映されるといいます。73万円の音色がこちら。確かに響きが豊かな気がしますね。そうですね、ボディの振動が弾いてても分かるぐらい違うかなっていうのが正直はあります。記者も手ほどきを受けました。30分後、未経験なんですが30分練習してここまでできるようになりました。始めやすい楽器ではないでしょうか。ではなぜ北海道でウクレレが人気なのでしょうか。あったかいハワイとかに憧れを持ってたりとか、やっぱり行きたいなって思ってる方ってすごく多いみたいですし、寒いところではあるんですけれども、そのあったかいハワイの文化が皆さん好きな方が多いのかなという感じがします。そんなウクレレの魅力に取りつかれた人がいます。愛好者の阿部みどりさんです。10月にウクレレ奏者100人でベートーベンの第9を演奏しようとしています。仲のいいウクレレ奏者3人で年末に集まってカラオケ屋さんで第9を演奏したんですけども、それがすごい楽しくてですね、これはみんな大勢でやったらすごい楽しいんじゃないかということで、いっそのこと100人くらい集めてみようかっていう話になりまして、それでやりました。2019年に初めて札幌で開いた時の映像です。継続的に開くつもりでしたが、新型コロナの影響で中止を余儀なくされました。ウクレレの魅力を伝えたいと本番に向けて練習を重ねています。ウクレレっていう楽器が本当にちっちゃくて音も小さい楽器なんですよね。一つ一つがすごく小さい楽器なんですけれども、100人集まるとコンサートホールも響くくらいの、いい音になると思いますので、ぜひ100人でコンサートホールを響かせるくらいの演奏がしたいなと思っています。100人で奏でるウクレレの大工演奏会、来月1日に4年ぶりに内江町で開催される予定です。